やば、髪の毛伸びたね。嬉しい。今日怖かった？いつも以上に。え、キエで今日めっちゃ珍しい髪型してない？だからみんながどういう風に見えたか分からんけど。え、どうなん？これは可愛い系の髪型に入るのか、かっこいい系の髪型に入るのか。でも角度によってはちょっとハーフツインっぽく見えん？確かに。でも今日絶対普段ったらせんだろうなみたいな感じだった。髪型もね。そうなんや。なんかね、こんな感じ。見える？そう、インスタでヘアアレンジって調べて、なんか今日なんかいつもとしたことないやつにしようって気持ちでやって、やっぱり時間かかるの。いや、そうでもない。三つ編みして、うん、わお、ありがとう。昨日は改めて、お疲れ様ひな。そう、連日のねライブだったんですけど。痛いってやめて、痛い。久しぶり。体感的には結構久々やった気がしたんやけどね。痛い、やだ。なんかこう広いステージでやっとったけんさ、あの今日はまあ久しぶりにゲバントホールに立って、なんかこうやっぱホーム感がすごくて、そう。でもなんかツアーとちょっとこう曲とかもさ、同じ曲とかさだったらちょっと立ち位置が混ざったりとかせんか心配やったね。うん、何？ああ。
れ様いいな。一旦ライブはちょっとあれかな、落ち着いたって言ったらあれだけど、まあ毎日なんかライブみたいな感じだったから、まあって言ってもか、うん、また来週か再来週、そうとかにコンサートあるもんね。1日がひなちゃん卒コンなんだね。卒コンじゃない、卒業公演なんだね。最後かひなちゃん。そうだね、写真のレタッチ、あ、嬉しい。そう、結構今回のライブも結構いろんな方が写真撮ってくれてて、でも1期生の楽曲とかもね多いからあったから、結構1期生の写真とかあってめっちゃエモさ感じながらカメコ ST を見てるんですけど、葵ちゃんとの写真も多くて嬉しいね。うん、嬉しい。もう連日ずっとメイクしてるから、ここはね肌荒れしちゃって、レタッチでみんなの写真にさ手は加えれないから、可愛く加工してください。うん、なんかめっちゃねこうやってキュンってしてるね、めっちゃ漏れてる写真あった。結構カメコタイムも多かったし、今日のライブもねすごく楽しかったんですけど、まあ、やっぱそれ以上にやっぱ卒業公演ってなるとね、その気持ちの結構なんか最後みたいな気持ちだからさ、やっぱりあ最後なんかって思うと、なんかこう体力的に、体の体力的によりも結構精神的ななんか体力の削られ方がすごいかもしれない。なんかエネルギー消費っていうか、そう、メンタル消費カロリーみたいながすごい。だるまありがとう。マイちゃんの黒髪ロングス最近結構ほんま伸びるの早いよな。でもこの前自分で前髪切ったから切ってよかったなと思った。
カメコあるからさ、なんかやっぱちゃんと決まってる方が写真の盛り方が全然違う。でも昨日もまあライブ終わってさ、お弁当食べたわけよ。今日もお弁当食べたんですけど、昨日結構味の濃いなんかお弁当みたいなのがしっかり入ってて、でも昨日まあツアー終わって帰ってきて、もう配信はして、でもお弁当食べたんやけど、そしたらめっちゃ今日ブクブクにむくんで、ほんまに焦った。今日ほんま朝から半身浴したもんね。でむくみのやつ飲んだんやけど、マイハニー、マイちゃんそれ寝る前に飲むやつやでって言われた。そう言われた。次元の髪質がいい。え、ほんま？なんか自分的にはなんか細いって思ってるんやけど、髪質はでも結構しっかりしてるって。でも柔らかい、こうやって触っても、その結構こうファサファサってなるタイプのあれかもしれない。そうだからやっぱまあむくみとかは前の日のもんやなって。明日は実はまあラジオなので、明日まあちょっと今マネージャーさんに確認してるんだけど、告知していいか。ダメなことないと思うけどな、告知したらダメとか。まあ、チリパのあの申し込み、あのメール送るのもお便りかもう送ってほしいし、ダメとかまだなんかそのなんか情報なんか解禁とかはあれだけど、なんかよく分からない、その辺は難しい。でも なんかやっぱみんなに来てもらう系とかはさ、それこそ都合があるやんか、みんなにもなんかできるだけ早めにとか。明日は別にそういう系じゃないから、明日は生放送と収録があって、ラジオの、そう頑張らせていただきます。だからまあみんながよく見てるツイッターで告知しようかな。じゃあ分かった。うん、今日もライブ来てくれてありがとうございました。昨日も今日もで、11時からはね、須田君も聞いてくれてありがとうございました。リアタイツイート見ながらお弁当食べてた。こりゃ明日は筋肉痛ですね。広島 FM か四国放送かどっちでもないな。明日の朝聞きます。 OK です。
みんなもうラジコ大活用やろ。須田健にホケラジにスナックマヒナにチリパに最高やん。マジラジコってマジでコスパいいよな。そう考えると。でお話し会の受付が明日の13時までになってます。うん、3次受付。もう4月もほんまにもうちょっとで終わっちゃうから、あと数日、2日ぐらいやから。で5月1日からは毎日頑張ろうと思ってることがあるから、それも楽しみにしててほしい。ありがとうございます。そう今日も結構ギリギリになっちゃったけど、4月29日月曜日、今日も一日お疲れ様ひな。嬉しい、お話し会待ってますね。ライブも来てくれてありがとうございました。明日も頑張りましょう。今日はハーフインツインみたいな感じでした。おやすみ。眠たい。バイバイ。